キース・ジャスティン・ベルは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州、オーシャンサイド出身の元プロ野球選手、ウトウミギウチ。1997年にタンパベイ・デビル・レイズから、ドラフト69巡目で指名されたが、契約には至らなかった。1998年6月16日に、ニューヨーク・メッツとドラフト外で契約。メッツ参加のマイナー球団で6年間を過ごした。 2004年8月24日のサンディエゴパドレス戦でメジャーデビューした。デビュー戦は2イニング無失点、3奪三振の好投であった。2006年11月15日、ジョンはアドキンス、ベン・ジョンソンとのトレードでロイス・リングと共にサンディエゴパドレスへ移籍。パドレス移籍1年目の2007年、ベルはセットアッパーとしてチームサイトの81試合に登板し、 34、ホールドを記録。8月23日にはメジャー初セーブを記録している。2008年は前半戦の防御率が2.15と好調だったが、後半戦は請求が定まらなくなり、防御率も6.18と悪化した。シーズン終了後、クローザーのトレバー・ホフマンがミルウォー・キーブルワーズ遺跡に伴い球団ワベルをクローザーとして起用することに、 2009年開幕前の3月には、第2回 WBC のアメリカ合衆国代表に選出された。シーズンでは42セーブを挙げ、ナショナルリーグ最多セーブに輝く。2010年はさらに安定感を増し、6勝1敗47セーブ、防御率1.93、セーブ成功率94%を記録。最多セーブこそ、ブライアン・ウィルソンに一つ及ばず逃したが、 投球内容が評価され、MLB から最優秀球援投手として表彰された。2011年5月3日、41セーブ機械連続成功となり、トレバー・ホフマンの持つ球団記録に並んだ。この年は脱三振率が低下したものの、3年連続で40セーブの大台を突破。オフに FA となった。 2012年4月12日2011年12月2日に3年2700万ドルの契約でマイアミマーリンズへ移籍した。2012年は序盤からセーブ失敗を繰り返し後半戦はクローザーから外された。2012年10月20日にオークランドアスレチックスも含めた三角トレードによってアリゾナダイヤモンドバックスへ移籍した。2013年2月27日に 第3回 WBC のアメリカ合衆国代表に選出されたことが発表され、代表入りしに大会連続2度目の選出となった。2013年12月3日、ダイヤモンドバックス、新シシナティレッツ、タンパベイレーズ間の三角トレードでレーズに移籍。2014年は開幕ロースター入りし、13試合に登板。1勝1敗、防御率7.27と、 安定せず、5月4日にリーフとなり、5月10日に放出された。2014年5月17日、ボルチモアオリオールズとマイナー契約を結んだ。2014年6月13日、ニューヨークヤンキースとマイナー契約を結んだ。6月24日に解雇された。2014年12月22日、ワシントンナショナルズとマイナー契約を結んだ。しかし、 開幕前の2015年3月23日に解雇され3月24日に現役引退を表明した。ありがとうございます。